皆さん、はじめまして。東京からのプレイズレポーターの宇賀飛翔です。今回は私が所属する宣教団体ワンホープでの主の恵みのレポートをします。ワンホープは国際的な宣教団体です。本部はアメリカのフロリダ州にありますが、世界の89カ国で活動しています。そして2001年から日本においても活動しています。私たちが主からいただいた召しとは、世界のすべての青少年に御言葉を届けるということです。そして主の御言葉を聞いた青少年が救われ、人生が変えられることを期待しています。この与えられたミッションを達成するためにワンホープがしている活動は主に3つです。まず1つ目はリサーチ、調査です。各国の文化、青少年の動向、教会の活動などを調べ、それぞれの現状や傾向を綿密に調べた上で戦略的な活動計画を立てています。2つ目に青少年向けの伝道ツールを作ることです。これらは聖書の御言葉を渡しやすい、読みやすい媒体にしています。雑誌や漫画やトラクトなど、様々な形のものを作ってきましたが、最近では DVD やオンラインゲームや、またアプリも作っています。そして、3つ目の活動ですが、これらの作られたツールを教会に提供するということです。世界の各地域、そしてそれぞれの町で、これらの伝道ツールが用いられるためには、地域教会の協力が不可欠です。そのため、ワンホープは地域教会にこれらの伝道ツールを無料で提供しています。さて、具体的に日本での活動を紹介します。日本では、宣教師のスナイダー夫妻、と私、宇賀がスタッフをしていまして、東京都の駒込に小さなオフィスを構えています。まず最初のリサーチ、調査ですが、今年の3月には渋谷と原宿で高校生と大学生を対象にした街頭アンケートを実施し、若者の世界観や生活行動や聖書やキリスト教に対しての意識を調べました。さらに今年は日本全国での教会の青少年向けの働きの現状と意識をの調査を実施しています。次に日本で制作している伝道ツールですが、今までは青年向けのブックオブホープと漫画ミッション、またブックオブホープ英会話レッスンを作り、また子供向けの君のブックオブホープ、これらのような冊子を作ってきました。昨年はザ・マップという伝道用のトラクトとクリスマス希望のストーリーというクリスマス向けの漫画を作りました。さらに昨年はペーパーフラワー&ジャンクションという青年向け DVD を作りました。これはディスカッション、つまりお話し合いを通して青年が生活と信仰がどうつながっているのかを考える切り口を、作るための映像です。このようにワンホープは革新的でさらに実践的なツールを作るように励んでいます。最後にですが、ワンホープはすべての地域教会と宣教団体と協力することを望んでいます。ワンホープの作品はウェブサイトやファックスで注文することができます。昨年は全国の教会から20万冊分の注文をいただきました。これからもさらに教会の要望を聞き、日本での青少年伝道が活発になるための働きに貢献したいと存じております。主の御言葉には真理があります。そして主の御言葉には力があります。
私たちは個人的にこれを体験し、そしてこれを信じているためにこの活動に向けて全力を注いでいます。私たちの恵みは多くの兄弟姉妹と手をつなぎ宣教の働きができること、また多くの青少年が御言葉に初めて触れるそのきっかけになれることです。この番組をお聞きの方もぜひウェブサイトをご覧になってくださり、何かご質問でもご感想でもありましたらご連絡ください。以上、東京からのワンホープの宇賀がレポートいたしました。